とうございます。始まりました。一発目キング上げておりました。どういうことっていう、そんなことある、うん、一人でちょっと一足先に来て5分前ですか。5分前やりましたね。サイズはちょっともうちょっとこっち側に40、あーでも65ぐらいかあるんちゃう。結構でかいですよね。いいサイズ、すごい引き、引き最高。来た目、あー目、ルアーはこれ、ルアーそれ金色、新しく買いに行った。新しい、そうだよ。おパームスや、しかも昨日買いに行ったの、昨日大成功、よかったっすね。うわー、いやちょっと戦いがね、あー取れてなかったのが悔しいですけど、残念ですが、ということで今日も引き続きマンリーで始めたいと思います。お願いします。はい、来た来た、トップ来た。どうどう、でかい、わかんない、どうなんだろう。シロリの一発目どう、どこよ。おお、突っ込まれるぞ、突っ込まれるぞ。いやでもそんな濃くないんだと思う。トップできた。お、もう手前か。ここそう、取り込む時だけこの距離感が大事。そうだね、こうやばいね、これやばいよ。トルティが5号、余裕じゃろう。波と合わせて、あーちっこい、カツオ、いいサイズ、トップでカツオ。来たよ、来た、カツオ一発目。あ、泳がせもできるし、あ、いいサイズやん。2投目だったね。おー今いるね、疲れてる、疲れてる。とりあえず、来たかい、来たかい、あった、来たかい、あったよ。降りて休む間なく、そうね、すぐやね。ああ2投できた。今日いいねコンディション。早速どんどん行きましょう。さあどんどん行こう。でも朝一の大滝さん以来ほんま出えへんすね。まあ OK、 用意できた。OK、 用意できた。ちょっと待ってください。お、結構あれや、近くやんないね。危ないですよ、危ないですよ。到着ということで、到着しましたよ。え？到着しましたよ。来た。40m。ちょっとカウントします。危ない。まあよく今日でもこんなところで釣ってますよね、俺たち。そうね。危ないよ。そこ、まあ、大丈夫。順次の左側、そこもね、ええけど滑りやすいんだろう。初めてだからこの辺立てばいい。ここ、ごめん、ここでやります。何だっけ、ちょっと危ないっすよ、もう。いや高い、今日は。
大丈夫。激渋だったけど今。楽しい。頼むわ。もう一発来たんじゃ。はい、さあ順次が仕掛けよう。投げれんじゃん。お、いいっす。いいんじゃない？いいんじゃない今の。どう？まだちょんちょん。流れていきゃな。沖の方までさ、潮に乗って。てか潮というか波やけど。激渋。うん。おお。うん。What are you guys doing?初投入仕掛け U アイテムで日本から持ち込んでもらいました。中にエビ入れて、何イカタコ、まあ何でも、まあとりあえず釣れたらね、取れたらね、釣れたら、取れたら、まあ投げ、おーい、やばいんじゃないですか、ほんまにこれ投げてさ、はい、これ糸長いからさ、どこでも繋げれる。あそこじゃなくても。マジ投げろ。はい。でもエビを流してますけど、俺。釣れへんやん。釣れないんですよ今日。今日俺の予想はそこにおる。そこ海が上荒れてるから。だからそこにいるから。危ない。ハプニングだらけよお前。いや、この撮影もしながら糸持つは結構厳しかったです。お、もう引っかからへんこと祈るだけですよね。激渋、全く当たらず。あれこれ何時間ぐらいですか？もう1時間半もっとっすよ。あー、カゴ入れてからね。カゴ入れてから1時間ちょいぐらいじゃん。はい、ちょっとカゴを上げてみたいと思います。いや、まあその前にですよ、全く釣れん。うわ、やっぱりやっぱりやっぱりね、やっぱりね。そのまま引っ張って回復できないですか？うんともすんとも言いません。あらららら、ボツやられたわ。皆さんボツやけど、これやっぱりね。うん、こうなると思っててん。でもやったんすよね。そう、日本からの刺客がさ、うん、ちょっとせっかくやから言うからさ、波強いしさ、引っかかるわいね。あー、おお、危ない。マジでショックってやつだね。いや、まあまあ分かってたからさ、これは、ね、しゃーないっすわ。ちょっとハサミ持ってきます。はい、ちょ見ときますわ。お疲れ様です。お疲れ様です。疲れたね。疲れた。11時か。もう今11時かな。朝6時ぐらいに到着して5時間。激渋。いや、激渋でしたね。まあ1匹朝一にトップでカツオが釣れましたけど、残念ながら気に出ず。あがいたけどね。残念でした。また次回来る理由がちゃんとできたから。
そうだね、リベンジだよね。次はまたガッツーキングを、はい、ファンタジスタのキングのみで。そうですね、今日はやられました。そして仕掛けも引っかかるという散々な結果で、仕掛けは次回で、仕掛けは次回でちょっと回収したいと思います。1週間後、まあ、そうですね、来れたらですね、ね、波次第で、天候次第で回収にかかりますんで、はい、まあ、今日はお疲れ様でした。お疲れ様でした。帰ろう。はい、帰りましょう。帰ろう。